リゴベルト、アルバレス、本名リンゴベトアルバースボリガン、男性、1978年1月20日隊は、メキシコのプロボクサー。ハリスコ州クアダラハラ出身。元 WBA 世界、スーパーウェルター級王者。元 WBAWBC 世界、スーパーウェルター級、スーパーウェルター,級スー,パー王者のサウル・アルバレスは弟である。彼の兄弟には、 ウェルター級のボクサーであるラモン・アルバレス、リカルド・アルバレス、そして元 WBA ・ WBC 世界、スーパー・ウェルター級、スーパー王者のサウル・アルバレスがいる。2000年2月1日、メキシコ・ハリスコ州シューダード・グスマンで、イスマエル・ロドリゲスと8回戦を行い、1回小勝ちを、収めデビュー戦を飾った。2008年5月30日、ロベルト・テナと、 メキシコハリスコ州クアダラハラでメキシコミドル級タイトルマッチを行い1回小勝ちで王座を獲得デビュー以来無傷の19連勝を達成2008年6月28日フェリッペロメロとメキシコハリスコ州サポパンでメキシコスーパーミドル級タイトルマッチを行い3回小勝ちで王座を獲得デビュー以来無傷の20連勝を達成した 2009年1月24日、ホセウンベルトコラルと、メキシコハリスコ州グアダラハラで空位のフィカーバックス、スーパーミドル級王座を争い、4回2分0、秒子勝ちで王座を獲得し、デビュー以来無傷の22連勝を達成した。2009年8月7日、WBF 世界、スーパーミドル級王座をかけ、南アフリカ共和国フリーステート州ブルームフォンテーン、で、 ウィリアム・ガレと対戦。0から3の判定負けで王座獲得に失敗。キャリア初黒星を喫するとともに、デビュー以来の連勝が23で止まった。2010年1月16日、マルコ・アントニオ・ルビオとメキシコ・ドゥランゴ州コミスパラ州で WBC、世界ミドル級王座挑戦者決定戦を兼ねた、WBC ラテンアメリカ世界ミドル級タイトルマッチを行い、 9回1分32秒 TKO 負けで王座獲得に失敗 WBC 王座挑戦権獲得にも失敗した2010年8月の WBA 世界スーパーウェルター級王者ミゲールコットのスーパー王座認定に伴い正規王座が空位となったが WBA 世界スーパーウェルター級暫定王者石田純優の正規王座認定も認められず 石田の暫定王座二度目の防衛戦として10月2日に予定されていたが暫定王座の防衛戦と認めぬ状態のまま迎えた10月9日にメキシコナヤリット州テピクのメソンデロスデポルテスで正規王座の王座決定戦として石田と対戦し2から1の判定が中央収め王座を獲得した2011年2月5日には WBA より指名されていた 指名挑戦者である同級1位、オースティントラウトと、メキシコハリスコ州グアダラハラのアレナコリセオで対戦し、0から3の判定負けをキッシュ王座から陥落した。2011年10月19日、元 WBA 世界、スーパーミドル級王者、アンソニー・ムンディンと、オーストラリアニューサウスウェールズ州入滑するの、入滑するエンターテイメントセンターで、WBA 世界、 スーパーウェルター級暫定王座決定戦を行い、0から3の判定負けを喫し王座返り先に失敗した。プロボクシング31戦27勝4敗0分。ありがとうございます。